けるよ、はい、みんなでね、はい、4、3、2、1、おひこくステーション。はい、やってきました、おひこくステーションの時間でございます、はい、本日も14時から15時の間の1時間おひこく生がお送りするおひこくステーションという番組に、どうぞお時間お使いくださいませ。よろしくお願いいたします。お願いします。はい、この番組はですね、ラジオやってみてえなという思いを持ったね、おひこく生が始めちゃった番組かな、うん、なんだか1年経っちゃったしな、はい、ね、ちょうどですね、僕の計算が正しければ今回で約50回記念です。50回っていうか、はい、なります。50回っていうから結構やってるんじゃん、うん、4月から、うん、最初らへん20回30回って数えてたけど、いつの間にか忘れちゃったね忘れちゃったね、数えなくなっちゃったな、ね、まあそんな感じでね、今回もゆるくお届けしたいと思います。本日は私ミキサをやります、ミキオです。よろしくお願いいたします。お願いします。2代目オカマことイハです。よろしくお願いします。はい、はい、ありがとうございます。はい、この後で紹介するのはちょっとやりづらいですけど、小澤之介です。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。お願いします。ミキです。よろしくお願いします。あ、今回はあれないんだね、前になんか前置きないんだね。あ、前置きみんな考えてください。お願いします自分で考えるなんか思いつかなくて自分でそれは考えろよなんとですね、沖縄はちょうど昨日ぐらいからですね、台風15号の影響で天気が崩れて雨も、ね、うん、降って風も強い、今はちょっと雨止んでますけど、うん、先ほどまで土砂降りで、本当にで、みきちゃん原付で来てたじゃん、はい、どうだった？もうやばかったです。あ、もう水圧が水圧じゃないよ、風が強いんだよ。そう、原付で、お前水の中走ってるわけじゃねえんだからよ原付でよ、もうめっちゃ顔痛くてもう途中でローソンでちょっと雨宿りしていきました。まあ、まあ事故をね、うん、事故らない方が、うん、そうですね、まあ、安全で何よりでございます。うん、どうですかね、はい、今週、先週ですか、8月のちょうど6日、うん、6日違うな、今日23日か、23です、16日先週のね放送からね、16日から22日までの間の1週間、はい、皆さんどう過ごしましたか？1週間ミキさん、自分はどうだった？自分は、さあ、最近の出来事言っていいですか？あ、いいよいいよ。なんか最近あの、うん、バイト中、コンビニでバイトしてるんですけど、自分なんかよくやたらとお客さんから食べ物をおごってもらうっていうか、なんかだから味噌ぼらしいみたいな、なんか何、餌付けされて、餌付け本当に全然仲良くない初めてのお客さんに、なおとついとかはなんかいきなりなんか何食べたいって言われて、今冷やし中華食べたいですって言ったら、冷やし中華買ってあげるよみたいな感じで言って、冷やし中華あの大きいのもらったんです。何でですか？いや知らねえ最近なんかよくお客さんから食べ物もらうなと思って。可愛いからだよ。全然なんかそんなにお腹空いてるように見えるのかなみたいなちょっと違うんだよ、多分あのそれ買ってくれる人ってさ、みんなほとんど男の人？あ、おじさんとかです。あ、多分ミキちゃん可愛いからだと思うよ。新しいナンパの仕方ですか？そうそう、ま、絵付けっていうナンパの仕方ね新しいじゃん。マジか、まあ、そういうのもあると思いますが、どうですか小澤之介は。俺あの、まあいろいろ、どうしました？ミキ、おいで、はい、おいで、喋って喋って、小澤之介喋って。あの俺はですね、今週は水曜日にあの、こちらのラジオ局に来てですね、島全部で大きな祭っていうそのお笑いのイベントかな、うんうん、があるんですけど、はい、そ の, ちゃんと歌手名言って、お祭りをサポートする、はい、あの小座全部でラジオ祭っていう番組がこの FM 小座であるんですけど、はい、ちょっとその番組の見学に行きまして、うん、であの久保吉木さんっていうその吉本沖縄の芸人さんとちょっとお会いして、一緒に写真撮ったりとか、まあ、金曜日はちょっと沖縄市のシンポジウムってちょっとね真面目なイベントに参加したりとか、まあ、そういうことは、まあ、今週1週間してましたけどね。うんうん、はい、高人さんどうですか？自分はあの、はい、ちょうどあの先週からあの東京の大学の方があのエイサーのつながりで一緒に合宿をしてて、
それで一緒にあのビーチパーティーやったりとか、一緒に沖縄観光しに行ったりして、エンジョイしてました。エンジョイしてましたか。楽しそう。楽しいな。もう東京の人めちゃくちゃ身長高くて、あ、沖縄の人がめっちゃ小さく見えるんですよ。お前ちっちゃいじゃん。いやいや、俺標準体重あるから、あ、体重じゃない、身長あるから、165センチあるから。ちっちゃ。お前何センチ。俺73。でかっ。73でかいよ。ちびめ。いや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 、はい、自分と4センチしか変わらないですよ。何センチですか。161です。僕が小さいです。僕が小さいです、はい、残念だね。はい、みきおさんどうでした。俺はですね、はい、ちょ、先週のね、放送が終わってすぐ、うん、あの浦添の方に行きまして、うんうん、来年の2月にあのウチナーフェスタ2016というイベントがございまして、はい、もうそれのメンバーで、あのちょっと顔合わせも兼ねてちょっとミーティングしようということで、でそれで行ったり、そうです、先週はですね、まあ、17、18、19、20、21はね、いろいろあったよ。何があったんだ。いろいろあったよ、もう、ね、もうすぐ今日が終わるみたいな感じのね、あの歌とともにいろんな濃い時間をね過ごさせていただきました。で21日はですね、あの福岡に本社がある会社の人事の方が来て、はいはい、ちょっとお会いしまして、うん、あのパイカジの方で一緒にご飯食べて、おで久しぶりにお酒も飲んでね、飲みながら話したんですよ、会社員の、はいはい、ちょっとこの、あ、前 LINE に載せてたやつかな、そうそうそう、文系の人いるみたいな、そうそうそう、それで、はいはいはい、でこの、まあ、会社名は言ってもいいと思うんですけど、福岡に本社がある山うっていう会社がございまして、うん、そこはですね、あのコンクリート製品建設で使う資材の製造と販売をやってる会社なんですよ、うんうん、でそれで、まあ、沖縄に支社を出すから、うん、まあ、沖縄でいい学生いないかってことで、はい、まあ、僕の名前が出て、お、いや、もう嬉しい限りでございます。本当にもうめちゃくちゃ笑顔だ。いや、もう人にね覚えてもらうのは得意なんです、はい、あ、まあね、俺は忘れるけど。あ、ダメじゃん。ダメか。まあまあ俺も忘れる時あるけど、ええやん、ええやないか、覚えようよ。それですね、昨日はですね、はい、あの琉大の北口にありますカフェのね、トポセシアっていう場所で、 あのパラドックスっていう東京の広告代理店かな、うん、でこの広告の代理店やったりいろんなことやってるベンチャー企業の人たちが来て、はい、まあ紹介、いろんな仕事の会社を紹介するというので、うん、まあ全部県外なんですけど、すごい。それで昨日このトポセシアのオーナーさんから話を聞いて、話が来て、はい、あ、じゃあ行きますって言って行って、で話して、でなんかすごい面白いねって言われて、あ、よく言われますって言って、本当、え、だってそうだから。そうだから、いや、自分のこと好きでね。あ、なるほど、伝わってきますそれでしょ。でしょ。で終わって、まあ、高い人もね、はい、高い人がちょうど内日本県外で就職するってことで、うん、急に電話して、はい、お前今何してるって、うん、はい、今学校にいる。お前暇か。うん、まあ暇、来いって言って。流れが。そうそう、もう無理やり連れて、まあ無理やりっていうか、まあ自分も一応興味あったんで、うん、内地の企業の方が来てるって言われたんで、一応、はい、そこに行ったんですよ。うんうんうん、行ってもいろいろお話聞かせてもらって、はい、もうすごく、みきおありがとう。だろ。俺に感謝だろ。あ、お前好きだよ、俺。好きだよ。あ、ゲイですし。あ、ね、まあお姉だしな。お姉だしな。お姉だしな。誰がお姉。お姉ちゃうわ。まあちょっと前置き長くなったけどね、はい、ここでメッセージの募集をしていきたいと思います。はい、FM 小座ではですね、メッセージの方を募集しております。はい、FM 小座のメールアドレス、761@fmkoza.jp、761@fmkoza.jp でございます。はい。はい、息がね、続かないんだよね。なかなか、なかなか続かないんだよね。大変だもんね。うん。でですね、はい、ツイキャスとユーストリームの方で映像の方も配信しておりますので、うん、まあ、声だけ聞いてもね、なんか顔が分かんねえと思ったら、まあ、ぜひユーストとツイキャス見てくれて、この顔を見てね、おねえってどんな顔なんだろうみたいな、あ、本当におねえっぽい顔してんなとか。でもミキちゃんとかね、声かわいいから、こんにちは。で俺の先輩がね、ミキちゃんめっちゃ褒めてて、あ、なんでですか、はこの子かわいいって言って、やったー。あんま褒められることないんです、悲しいこと。いやいや、それはないと思うぞ。おじさんにナンパされるぐらいだからもう。大丈夫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 。そんな感じで、はい、また、
56分までの間よろしくお願いいたします。お願いします。それでは曲をね、いきたいんですけどもね、はい、あのミキちゃんのね、あの携帯から流すんですけど、はい、僕パスワードがわからないんで、言わないでよ言わないでよこっちにおいで、はい、移動が大変だ。よし、話しときますか。いや大丈夫よ大丈夫かな、すぐ終わるかな。Okay、で、じゃあミキちゃん、あの紹介の方お願いします。はい、お願いしますよ。はい、どうぞ。はい、曲名は世界の終わりでアンタイヒーローです。どうぞ。ジングル開けすぎこないって大丈夫、うん、okay、あ、じゃあ誰かっていうか、ミキを振ってもらっていいですか。いいよ。 OK、 お願い。めちゃくちゃ面白いな。ミキさん入るとそういう顔になっちゃうんですよ。同じでも真面目、真面目、元は真面目だから。そこはどうか分かんないけど。何だって。そうそう、真面目です。分かってる、大丈夫です。なんか、お願いします。よいしょ。あ、どうぞ。大丈夫。なるほど。あ、これ聞いたことある。あります。結果あれですよ。あの進撃の巨人の映画の歌で。知らない。それは知らない。携帯で触った方がいいですか。え、なんか手伝います。あ、いや、大丈夫です。なんか、そう。暇つぶしで多分触ってるから。どこにしようか。ツイキャス聞いてないな。4人、まあ、してます。早押し。それともなんか一人ずつ行っていく感じ。簡単なやつは本当にすごく耐えられるんで、ちょっと適当にあれやなっけみたいなやって、でも全員分かると思うよ。せーので。あ、せーので。もういいかな。あ、一応真ん中2問目3問目がちょっと難易度上がれるんで、それはもうなんか分かった人からでもいいですし、まあ、適当にその場の感じ。ツイキャスたまにちょっと、はい、一つずつ変えよっか。はい、今、小田之介くんが映ってる。高い人、顔半分しか映ってない。あ、よいしょ。はい、今、もう映ってなくなる。そうそうそう、さすがにそれをして。あ、歌ってよ。あ、歌ってじゃなくていいの。OK です。歌っていいよ。旦那さんも今から追っちゃってます。全然。でも5人いいな。終わりです。CM、CM。終わりです。暇だろ、どうする。就活しないから。一番早い時間ですよ。多分1時からだと思うんで。
面白ければ。だって普通の今メインとかでやってるような映画も見れる。うん、それはない。県内で撮影されたショートムービーみたいな、30分くらいの作品なんですけど、うん、1月ごとで買えるんですよ。マイクあげるよ。後で話します。このづけもうちょっと大きく喋るお前。はいはい。はい、引き続き追いこくステーションをお送りしていきたいと思いますよ、うん、はい、お願いします。ちなみにメールとかは来てますか？いきなりだけど。メールがです、メールがですね、はい、来てんのかなこれ。来てますよ。これね、あ、来てる。お、ほら、あれ前忘れてたからね。来てる。今日読みましょう。あのですね、はい、ちょうど2時、ちょうど2時ちょうどにね、おイ・ジェヒョンさんから。おー、ありがとうございます。 When Guardian Love You、 おっさん、おい、 いやうまいな。あれね、親方が浮かないハーマイオニーなんでんっていうメールですで俺にね、はい、When Guardian Love You、 おっさんっつって浮くのかなと思ったんじゃない。なるほど。まず呪文違うしみたいな最後おっさんって言ってなかった。だからね、 When Guardian Love You、 おっさん、普通はウィンガーのレビオッサーだから。オッサー、うん、うん、うん、つかないんだよねでですね、はいはい、次にね、はい、また来てるんですよね。おー、やった。ね、これはあ、イジェヒョンさんですね、またあのタイトルがミキちゃん、お兄さんも何か買ってあげようかっていう。おー、やった。フリーモデルのイジェヒョンだっちゃキャー、今日はイケメンがいるじゃん、俺の大好物じゃん、今度行った時デートしようね、わら、高人お前だぜ。やった、やった、やった。あのちなみにイジェヒョンさんは男性です。男性ですよろしくねよろしくね。おい、お前のテンションの下がりをどうにかしろよ。おい、何しとんねんお前は。本当にありがとうございます。で、またイジェヒョンさんから来てますね。はい、お、ありがとうございます。もうまたまたフリーモデルのイジェヒョンだっちゃ、うん、オキュラスレパーロ、あれ小座之助さんが小座のスケビに戻らない笑。夜専用の BGM じゃない、ラジオネームだ、間違えた。なんでね、昼間はちょっと隠してますけど、まあ ね、 普段はね、はい、あ、で、またまた来てますね来てますか。あれ、これ小座之助、うん、お前自分でメール送った。うん、お、お前久しぶりに久しぶりに送ってみた。お前よ、何してんだよ。自作自演を始める。今日ハリーポッタークイズなんですか。やった、小座之助、おい、もっとバレないようにしろよ出す名前を。何しとんねんちょっとテンション上がったのに、ちょ、テンション上がったのに、 すいません。まあね、あ、でもツイキャスもコメント来てるんですよ。あ、来てる。はい、スイカさんという方が、そちらは晴れますかということなんですけど。スイカさん晴れないね。晴れないね、台風が近づいておりますので、うん、沖縄はね、台風に愛されてますからね、ね、まあそんなこんなで、はい、なんと今回、今回ハリーポッターのクイズをやっちゃいますよ、はい、ごめん、あげるところあげてなかったのなんで、まあ、とりあえず、まあ、BGM はね、はい、ちょっと雨も降ってるんで、 BGM 流したいです。あ、いいよ、いいですか。おいでおいで、ちょっと喋っといて。やったね、ハリーポッターっていうことで、ミキちゃんが結構前に大阪、うん、ユニバ行ってハリーポッター行ってきたじゃん。はい、で、お土産買ってきたじゃん。はい、くっそまずかったね。くっそまずいですね、あれ本当にくっそまずかったね何を買ってきたんですか。百味ビーンズ買ってきて。百味ビーンズで、美味しいのは美味しいのよ。美味しい。でも、あの腐った卵味とか煮水味とか本当にくっそまずくてめっちゃまずかった。じゃあかけます。もうびっくりしたぜ。はい、どうぞ。いいよいいよ。やった、うん、おー、雰囲気出る。
ちょうど今小澤之介さんがかけた BGM がですね、ホグワーツ魔法魔術学校に入学した時の映像とともにフラッシュバック流れる音楽でございます。懐かしい、あのター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 タっていうやつね、めっちゃ懐かしい。最近本しか読んでないからハリーポッター、あもうやばい楽しいやばいめっちゃ楽しい楽しい楽しい。ちなみにスイカさんがいつもラジオ放送聞いてますわらわらということで、マジで、はい、ありがとうございます。初めましてですね、自分たちは。嬉しい。あれ初めましてじゃないですよね。ねえいスイカさん本当に本当かななんで疑ってるんですか。でいつもラジオ放送聞いてますわらわらっていうことで、はい、まあ、ちょっと人狼ゲームした後なんで、人を疑っています。はい、4人とも人間不信になっていますまあそれは否定できませんが、はいはい、まあ、楽しくやっていきたいと思います。はい、ということでクイズ、小澤之介が全部問題を考えてくれたんだよね。まあ、今回はですねちょっとパート1で来週パート2としてちょっと2部作で、まあ、やっていこうかなと思っています。はい、で今日は1作目の賢者の石から4作品目の炎のゴブレットまでの4作品から、まあ、それぞれ3問ずつ、まあ、合計12問を、うん、まあ、クイズで出していきたいと思っています。はい、で一応3問って言ったんですけど、まあ、自分のちょっと 独断と偏見で、うん、まあ、簡単レベルと普通レベル応用レベルっていう風にちょっとレベル分けして、まあ、用意していますので、ぜひ皆さんもこれ問題出してみんな解けないって言って、うん、あーって言ってるとこニヤニヤして見てるんだろうお前意地悪いからな、うん、本当ね。でツイキャスでスイカさんからですね、はい、いつもロム取ります。ロム、あれじゃないですか、リーディングオンリーメンバーっていうコメントしないけど見てますよみたいな。ああ、多分それの頭文字だったと思います。なるほどね、すごい、ありがとうございます。あざっす、ありがとうございます。じゃあそれでは、はい、では1問目いきましょうか。いきましょうか。あ、ちなみにですね、今日正解が一番多かった人には、はい、プレゼント用意してますので、ぜひ皆さん頑張ってください。ドーナツ用意してます。頑張ろう、イエーイ、はい、お、はい、お願いします。はいいいですか。はい、はい、じゃあ賢者の石からいきます。はい、ま、じゃあまず最初は簡単レベルからなんですけれど、まあみんなわかるでしょ。ハリーポッターが飼っているペットの名前は何。はい、はい、早い。あ、ちなみにできればその名前の由来も教えていただけると。由来まではわかんないけど。わかんないですか。まあ、分かったらすごい。真っ白い袋で、そうそうそう、死の秘宝か、あっちあたりで敵のね、うん、呪文に当たって死んじゃうんだけど、ヘドウィグ。そうそうそう、ヘドウィグ。世界。メンフクロウかなあれ。なのかな。ね、めっちゃ白いんだよ色。ヘドウィグ。超綺麗。本当に。あ、ちなみに言っときます。私はハリーポッターオタクでございます。はい、そうなんだ。そう、まあ、ヘドウィグ正解なんですけど、一応補足としては、まあ、そのさっき言った通り白いメスフクロウで、うん、まあ、ハリーが11歳の誕生日にそのハグリッドがプレゼントしてくれました。でちなみにそのヘドウィグの名前の由来はってさっき言ったんですけど、そのホグワーツの授業の中で魔法師っていうその魔法界の歴史を学ぶ授業があるんですけど、ハリーがその魔法師の授業の教科書の中で見つけた人物の名前だそうです。ヘドウィグ、ヘドウィグ、なんかだから歴史上の人物の名前をヘドウィグっていう風につけたっていうのがあります。スイカさん、ね、初めて知った。すいません、質問とかはどうすればいいのかなということですけど、あ、じゃんじゃん送ってください。そうそうそう、書いてね、コメントお願いします。嬉しい。はい、あ、じゃあ2問目いいですかね。はい、行きましょう。まずじゃんじゃんみんな答えてもらえればありがたいです。いや、ちょっと待ってください。はい、みきおが、はい、このハリーポッターオタクってことはちょっと汚いです。ちょっとあ、じゃああれしますか、ハンデみたいな、ハンデつけましょう。これつけましょうか。じゃあ10問待って。 OK、 じゃあ15秒、1問当てで15秒ちょっと押さえてもらって。みきおは15秒魔法で喋れないです。あ、わかりました。OK、 じゃあそうしましょう。わかりました。はい、じゃあ2問目普通レベル、はい、また賢者の石から、はい、やっていきますよ。賢者の石を隠すためにその頭が3つある犬フラッフィーが、うん、そのいるのは何階の部屋でしょうか。はい、はい、3階。3階違う。あ、何階だっけ。あ、惜しい、惜しいけど違う。ピンポンピンポン。はい、どうぞ高人さん。中3階。んあれん2階、2階でお願いします。あ、違います。あ、違います。遠くなった、遠くなったというか、はい、いいですよ。まだ15秒経ってないから。いや、魔法マジで、はい、4階。あ、正解です。やった
それはな、言ったら出るわな。それは出るわな。その答えにたどり着くよな。まあまあそうなりますけど、これもまあ補足として、その同じ、まあ、4階にそのフラッフィーっていうその3頭の頭の犬がいるんですけれど、フラッフィー懐かしいな。懐かしいでしょ。よだれべちょべちょ垂らしてロンの頭のくらいにベタってついたけどね。めっちゃでっかい犬のやつか。そうそうそう、その同じ4階には他には図書館だとか、闇に対する防衛術という授業の教室が同じ4階に存在します。お、はい、ほうほう。スイカさん笑い笑い笑いと W がいっぱい来てる。何に笑ったのかちょっとわからないですけど、うん、ちゃんとコメント中2回かな、ちゃんとコメントしろっていうね。厳しい。はい、じゃあ行きましょう、はい、じゃあ3問目、まあ、秘密じゃない剣じゃないしの最後の問題ですけれど、はい、ハリーポッターのおじさんである、うん、そのバーノン・ダズリーおじさんの職業は何でしょうか。職業、仕事です。バーノン・ダズリーでございます。言ってたじゃん。え、いつですか。最初。あ、最初、その本の最初でってことかな。そう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 、書いてます。すごい人っていうのは分かるけど、うんうん、何がすごいのかは分かんない。ピンポン。はいはいはい。めちゃくちゃ、うん、掃除がうまい掃除屋さん。掃除屋さん、あ、掃除屋さんではない。全然違います。じゃあ、 ヒントを出しましょう。あ、はい、ヒントね、うん、まあなんて言えばいいかな、結構ね、修理とかで使うような道具を作ってる会社の社長です。リサイクルショップ。でもなんか用具道具、なんか道具、はい、電動ドリル。あ、まあ正解です。電動ドリル聞いたことない。そうそうそう、ドリル会社の社長で、その穴開けドリルですね、穴開けドリルの製造会社グラニングス社という会社の社長をしています。だからあれかな、賢者の石の最初らへん、なんかハリーにホグワーツか手紙いっぱい来すぎて、あ、なんか閉じたじゃないですか、うん、あっち、あ、ユーイングチっていうのかな、そうそう、あれも多分自分の会社の作ったやつかなっていう感じはしてます。電動ドリル、電動ドリルの会社だ。魔法使えよそこ。なんでそこ道具使っちゃうんだよ。いや、ダーズリーはね、マグロだからね、魔法使えないのよ。そうそう、魔法嫌いだからね。魔法使えないんだ、うん、そっか、うん、そうなの。普通なのが一番って思ってるからね。そう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 。本当に。はい、一応まあ秘密の部屋じゃないね、賢者の石だった、間違えた。はい、まあは3問出したんですけど、今ミキオが2問正解で、ミキが1問正解という形でいきます。俺ね、ダンブルドアのフルネームわかるよ全部。マジっすか。めちゃめちゃ長いんだよ。長いのダンブルドアって。フルネームなんて。アルバス、パーシブル、ウルフリック、ブライアン、ダンブルドア。うん、やばい、何人分の長何人分、すごいでしょ。すごい、これ衝撃受けて見た時に、ダンブルドア名前長いと思って絶対覚えるっつって覚えた。マジか、うん、覚えたな。チーム名みたいな名前だ。そう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 、マンチェスターユナイテッドみたいな。やば、まあ、マンチェよりも名前長いけどな。すっごい長い。、ね、あ、すごい、ね、うん、はい、あ、じゃあ次の、次は秘密の部屋でございますか、はい、秘密の部屋いきます。はい、行きましょう。また簡単レベルに戻りまして、うん、秘密の部屋に住む怪物バジリスクは、うん、まあ、大きい蛇大蛇なんですけれど、うん、そのバジリスクはどのようにして、まあ、ホグワーツの学校内をうろついていたでしょうか。うーん、はい、待ってください、待って、まだ15秒経ってないです。魔法で喋れないです。すいません、はい、わかります。どうなったか、俺はね、もうわかった。あ、わかる、これ思い出しました。いきます、ピンポン、はい、どうぞ。下水道を、下水道の中を歩いていた、歩いていたってか通っていた、通っていた、うん、まあ、下水、はぁ、あ、違うなぁ、違うんですか。はい、どうぞ。どうぞ。パイプ、パイプ、そう、正解です。パイプ、え、学内にある排水口とかの、あ、このパイプがあるじゃん。で、向こうのシャワー室もパイプでつながってるじゃん。そっから出てくんだよ、うん、バジリスクって、そうそうそう、あっちからね。で、目を直接見たら死んじゃうんだけど、鏡越しに見たりしたら体が固まるだけなの。そう、石になって終わりみたいなね、うん、まあ、一応補足としては、そのバジリスクが唯一苦手とする生き物がなんだっけ、ニワトリだそうです。で、かわいいな、ニワトリのなんかオンドリかな、オス のコケコッコーっていう鳴き声が嫌いみたい で、うん、でそれでトム・リドルっていうヴォルデモート教 の、うん、その記憶みたいなやつが日記使ってジニーをコントロールするんですけど、うん、まあ、そのジニーが、
あれハグリッドが飼っていた鶏を処分してるっていうシーンがね小説ではあります。出てきてます。はい、そうなんだ。なんかスイカさんがさっきからお茶お茶お茶で堀川康樹さんがクラッカーって言ってきてるんです。堀川康樹、あ、時間です。ちょっと待ってください。あ、立ち込んでしまった。何してんだよ。ちょっと待ってね、スイカさん何してんだよ。はい、はい、正解しました。すいません、あ、ごめんなさい。 OK、はい、お願いします。はいはい、はい、じゃあ続けて2問目いきましょう。いきましょう。はい、ギルデロイ・ロックハート先生、あの闇の魔術に対する先生が、はい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 、その本に書いてる内容っていうのは人の手柄を横取りしたものであったんですけれど、うん、まあ、唯一ロックハート先生が得意だった呪文は何。ロックハート呪文、呪文一つ得意、これだけは俺得意だぜっていう本当の実力が あれだよね、忘却術だよね。あ、言っちゃった言っちゃったけどそれです。すごい、もうまだ15秒経った経ったもうまだです。もう忘却術、忘却術、あの記憶をなくす相手の、そうそうそう、魔法がそれだけが得意だった。すごい、めっちゃ得意だった。だから人の手柄を横取りできたの。魔法で記憶なくして聞くだけ聞いて自分が書いたってやって、それでめちゃめちゃ売れてたの。そうそうそう。でこれ小説では後々またロックハート先生ね出てくるよね。5巻目か6巻目、あれ多分不死鳥の騎士団ぐらい出てくる病院で。そうそう、病院で再会するんだけど、サインだけは書きたがるよね。そう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 、あのイケメンの先生ですか。そう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 、そうなんだ。いや、イケメンかは分かんないけど、イケメンよく分かんない。中身はブスだな本中身はゲスでございます。ゲスのやつだな、あの人か。そう、あの人です。何だったかな。じゃあ次、続いて3問目、最後ですか。いきましょうね。はい、秘密の部屋、最後でございます。はい、秘密の部屋の物語の中で、うん、そのロンのお兄さんであるパーシー・ウィズリーって人がいるんですけど、一番上だな、一番ではなかったはず、うん、パーシーって上じゃね。パーシーの上に2人くらいいたと思うよ、多分ホグワーツ卒業してるから出てこないんだけど、うん、そうそうそう、まあホグワーツにいる人では一番上ね、うん、お兄ちゃんなんだけど、そのパーシー・ウィズリーと付き合っていた人は誰。彼女です、パーシーの。わかんねえ。ヒントお願いします。ヒントヒントですか。ヒントにならないヒントなんですけど、レイヴンクローの監督生です。よくわかんない。レイヴンクローの監督生、ああ出てきてた、映画で出てきてた。映画でも一瞬出てくるし、出てきてた。本ではめっちゃ書かれるっていうか、ジニーに暴露されるんだけど、うんうんうん、そうそういるんですよ、そういう人が。なんか名前のヒント言って、名前のヒント、なんか水っぽい名前して、水っぽい。こんな答えになるか分からんけど、ふざけんなよ。名前のヒントか、うん、なんとかウォーターってことですか。あ、そう、なんとかウォーターってことです。なんとかウォーターみたいな。ウォーター、なんて言えば、きれいな水っぽい名前です。きれいな水、ミネラルウォーター透き通ってると思うんです、これ。まあ、きれいな、まあ、きれいな透き通った水、堀川康樹さん、拍手ってことだったんだけど。堀川康樹ってもしかして同級生、ミキの。あの、めっちゃ聞いたことある。わかんないけど、でも中高、あ、小中一緒、小中一緒かも、もしかしたら知り合いかもしれない。知らねえよ知らねえよ、そんなの知んねえよ、若い。さっきめっちゃ気になった。は、待っとけよ、俺ここまででかかってるわけ。もう出してください。出ない、出てこないなんか、もうなんかもっと分かりやすいヒントない、小山助。うーん、もちろん最初、ペペペペ、なんとかクー、なんとかウォーターみたいな。ペー、なんとかクー、なんとかウォーター。あ、じゃあウォーターは当たってるんですか。クー、なんちゃらウォーターっていう下の名前、ハリーポッターのポッターの部分がクー、なんとかウォーターっていうんです。クー、なんとかウォーター。ペペペの次はヨンジュン。ペヨンジュン、ペヨンジュン、そうそうそうごめん、ボケただけ。韓国人ペの次、ネです、ネ、何ぬねのね。ペネ、ペネステクウォーターなんか置き捨てみたいになってるけど違うな。もう分かんないから言って。はい、答えなんですけれど、ペかんだね、ペネロピークリアウォーターっていう人です。だったー。だったって。くそ、ちょっと悔しいですね。まあちょっと悔しいんですけれども、ここで一旦 CM 行きたいと思います。はい、お願いします。ちょ、めちゃめちゃムカつくな。これハリーポッターはもっとないの。あ、曲は結構いろいろある。一曲だけ。あ、いろいろ入ってるはずだ。多分、でも聞き覚えがあるのが多分それだったから適当にやったんだけど。ハリーポッター
スとハリー・ポッターと賢者の石。試合負けたらこのままトークで終わる感じ。そうですね、多分クイズで押すと思います。悔しいわ。ペネロペクリはでも今のところミキオが勝ってるので、絶対負けんよ、一応絶対負けんよ、俺難しい。だってダズリーのバーロン・ダズリーの会社の何作ってるっていうので出てくるやつってなかなかいないからね。すごい。しかも1話目ってもうだいぶ前だよ、10年とか。やば。あ、でもアズカバンの3問目がもっと難しいかもしれない。おお。多分。おお。おお。いいですよ。いいですよ。いいですよ。行きましょう。はい。正直理由がわかんない。あのハリー・ポッターの話の題名が何かわかんない。あ、マジで。あの賢者の石とか、うん、開かずのなんてかとか、何か。開かず。あずかばん。開かずの。が、そう、どんな順番なのかがよくわかんない。ちょっとマイクあげるよ。はい。小田助、もうちょっと大きく喋ってちょうだい。オッケーです。はい、引き続きクイズをやっていきたいと思います。思います。ツイキャス一人しか見ていないという悲劇。悲しい。まあまあでも一人見てくれてるんでありがたいですけれど、ありがとうございます。はい、ちなみにメールとかは来てます？メールがですね、はい、ちょっとあの iPod いじりながらちょっと検索します。はい、お願いします。来てないですね。来てないですか。あ、じゃあ続けます。ありがとうございます。はい、じゃあアズカバンの囚人から問題です。3作品目ですね。はい、そのバーナンおじさんの妹でそのハリーを怒らせてしまって、そこのそのハリーが怒って膨らませてしまったおばさんの名前は何？あー、おばさん。すごい、わかんない。おばさんいたな。いたでしょ、うん、ヒントヒントお願いします。ヒント、ね、まあ名字はダズリーです。いや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 、ヒントになっていない。ダズリーホニャララおばさん、ホニャララダーズリーおばさん、ホニャララダーズリーおばさん、まで始まる、ま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 、ピンポン、はい、マグレディダーズリーおばさん、なんかすごいけど違う、違います、違います、3文字です、3文字、ま、ま含めて3文字です、ま含めて3文字、じゃあまと次の間のまと最後の文字は、3文字目ってこと、3文字目、3文字目はじです、しに点々のじです、ま、なんとかじ、はい。はい、マジダズリおばさん正解。そう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 、マジマジマジでマジで名前マジって言うんで、何ちょっとダジャレっぽく言ったの。だってそうでしょ。そうなんです、マジおばさんですね。そうなんだ。そのまあダズリ一家のお家にその泊まりに来たんですけど、うん、まあその時にちょっと両親、ハリーポッターの両親をちょっと、うん、なんだろう、文句言いすぎてバカにして、そう、ハリーが怒ってうるせえみたいな感じになって膨らませて、うん、飛んでったっていうね。へー。そう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 。一応その後にね、魔法局みたいなところがちゃんと記憶を修正して、あ、まあどうにかなったらしいんだけど、うん、そうなったなった、そうそうそう。じゃあ2問目行きましょう。行きましょうか、ね、はい、局長がお帰りです。お疲れ様です。お疲れ様です。バイバイ。お疲れ様です。バイバイ。バイバイ。はい、じゃあ2問目行きます。はい、まあ、そのアズカバンの囚人から、うん、そのハグリッド、あの森番の、うん、が、魔法生物飼育学っていう授業の先生にやったんですけれど、うん、その授業の最初の授業で見せた動物の名前は何でしょうか。なんかいましたよね。これってもしかしてウサギみたいな小さい動物じゃなかったですか。あ、結構でかいっすよ。なんか結構でかい。はい。グリフィン。あ、違う。違います。あれ次か。は？待ってよ。動物？馬？なんか体が馬で頭がなんかワシみたいな動物、こんなやつ。あ、グリフォンでしょ。違う違う。え、頭が馬で体がワシ。あれでしょ、なんか処刑処刑されかけたやつでしょ。そうそうそう、処刑されかけた人な、人じゃない動物なんだけど、あ、顔がワシで体が、首から下が馬。馬。ピンポン。はい、ケンタウルス。あ、じゃあ馬じゃないよ。馬、え、馬じゃないよあれ体。嘘。だ、爪があったもん。
マジか、うん、なんかあれには埋まって書いてたぜじゃあヒント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 ね、ちょっと待ってよ。まあヒントがね、出しようがない。まあ名前が、うん、バから始まります。ハに点々のバ、バックなんちゃら、バックなんちゃら、あああ、難しい。いたでしょ、あんなやつ。あんなやつおったおった、あんなやつおったなんかね、マルフォイがこいつみたいなのやってやって怪我したやつ、そうそうそうはっってやってやられた、そうそう、逃げた今いたけど、バックバック、次の文字ビ、バックビッグバード、あ、近いけど違う、あ、バックビッグ、まあそうですね、バックビッグっていう名前です、そうそうそう、まあ、ヒッポグリフっていう種類の動物で、そのハグリッドはバックビークっていう名前バスケてました。バックビーク、なんかツイキャスでモッサン二世少年さんが、はい、バックビスって書いてました。バックビス、ハテナで近 近いけどね、近い、惜しい。モッサン二世少年さん、こんにちは。こんにちは。初見かなでしょうね、多分初めて聞くんだよ。ありがとうございます。チェッチェチェッチェッス、はい、行こう。ちなみにですね、補足なんですけど、はい、この幻の動物と生息地っていうなんかホグワーツ指定の教科書が手元にあるんですけど、一応これ手に入れたの、これね、漫画倉庫で200円で買いました。おい夢がファンタジー感ゼロですね、これ。ゼロですね。せめて宮脇にしとけなんかたまたまよったら宮脇か蔦屋にしとけなかったんです。漫画倉庫はダメなんだ。ダメだよでは3問目、最後、はい、最後というか、はい、このアズカバンの最後いきましょう。はい、はい、多分難しいと思います。はい、忍びの地図ってありましたよ、ね、ありましたね、ホグワーツの中を見る、誰が歩いてるかみたいな。じゃ、それの作者の名前が、うん、ムーニー、ワームテール、パッドフット、プロングスの4人なんですけど、これニックネームなんですね、今言ったように。はい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 、この4人の名前、本当の名前は何でしょうか、誰でしょうか、この4人。わかるよ俺。すごい、うろ覚えだけどわかるよ。マジですか。もう一度もう一度。ムーニー、うん、ワームテール、パッドフット、プロングスっていう4人がその忍びの地図作ったんだけど、それニックネームなので、その本名が、本名なんでしょうかっていう名前です。はい、どうぞ。ミキオ、まず、はい、先生がおったやん、あ、この時の闇の魔術の先生、はいはいはい、あいつだよな。あ、そうですね、ルーピン先生っていうんですけど、ルーピン先生が1人で、多分マットフット、パッドフットだっけ、でワームテールが、うん、あのロンが飼ってたネズミがいたじゃん、はいはい、あいつ名前忘れたんだけど、でもう一人がハリーのお父さんだっけ、そう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 、でもう一人がこのハリーの名付け親、シリウスかな、うん、正解です。まあ、順番に言っていこうか。ムーニーが、まあ、そのリーマス・ルーピンっていうその先生ですね、うん、そしてワームテールが、うん、ロンの飼ってたネズミ、ピーターペティグリューって言うんですけど、うん、でパッドフットがそのシリウスブラック、ハリーの名付け親 の、うん、あの犬ですね、黒いやつ、で最後のプロングスが、まあ、ハリーのお父さんのジェームズ・ポッターということです。はい、この4人がその忍びの地図ってものを作っていました。で面白いで、やった後にちゃんといたずら完了って言ったら消えるんだよ。そう、消えるからね。あれ見たときに衝撃受けたよな、すげえ欲しいと思ってアマゾンで売ってたぜ、マジで買いたくねえのって、夢がなかったから嫌だわと思って次は、はい、じゃあ最後、炎のゴブレットいきましょうかね。はい、はい、じゃあ1問目、はい、炎のゴブレットの中でトライウィザードトーナメントっていう他の学校と一緒になんかバトルじゃないけど、そうそうそう、あれ超好き、やりましょうっていうのがあったんですけれど、うん、学校名がどことか言うなよ。そう、学校名どこでしょうか。難しい。学校名ちょっと忘れたわ。ヒントヒント、一つは女子しかいないわけ。あ、そうそう。で一つはもうゴリゴリのガテン系のやつらしかいないの。でもホグワーツだけだよね、共学って。そうそう、なんかその男子校っぽい方がダームなんちゃらっていう学校。ダームなんちゃら。で女子校みたいなのがボーなんちゃらっていうところ。あ、もう。分かりづらいかな。だいぶヒント言って、だいぶヒント言って、だいぶヒント。だいぶヒント、OK。その男子校の方がですね、うん、イゴール・カルカロフっていう人が校長先生で、うん、そのクリッチのブルガリア代表のシーカーで、ビクトール・クラムっていう人が在学してます。
でその女子校の方がマダム・マクシームっていう人が校長先生やってて、うん、あのハグリッドよりでかいやつだ。そう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 。でフランスにある学校でちょっと英語もなんかフランスなまりで話すそうですよ、なんとかしてますみたいな、ちょっと伸びるっていう、ね、学校ですけれど、それヒントじゃねえよ。ヒント校長先生の名前言っただけ聞いただけだよ。難しかったかな逆に。これ簡単じゃないよ。あ、そうマジか、すいません。ヒントヒント、うん、ヒントね、ボーバなんちゃらとダームストなんちゃらもう名前を半分くらい言うっていう。ダームスト、ダームストなんたら、残り最後は何文字、残り3文字かな、3文字。ダームスト、ダームストロング。あ、正解です。おやった。そうそう、ダームストロング。あ、語呂がいいなと思ってさらって今正解出した。で女子校は誰か分かるかな、がなんだっけ、ボーなんちゃら3文字、この後も3文字、ボーボー3文字、いいよいいよ、ボーバ、ボーバ、ボーで一文字飛ばして、ボーボー、あ、ボーバ、はボーバ、うん、ボーバ一文字入る中に、ボーバトン。あ、正解です。ボーバトンっていうところです。女子校、はい。でそこの女性代表のシーカーが、うん、あれと付き合うんよ。誰だっけ、ロンのお兄ちゃんでしょ。ロンの兄ちゃん、名前なんだっけ。パーシーじゃなくて、パーシーじゃなくて、パーシーの上、上なんだよね。パーシーの上は出てくるね、出てくる、出てくる、うん、名前なんだっけ。調べたら分かるんで調べましょうか、うん、今、ほい調べろ話しといて。でどう、ハリーポッター今までクイズやってきて、どう、なんかいろいろ蘇った。難しい、レベル高えよ高い、高いか。ハリーポッター初心者にお前いきなり、お前やばいよ、ボコボコだよ俺今結構コーナー追い込まれてボコボだったよマジで。本当に、あ、今ちょっと抜け出したコーナーちょっとちょっと、あ、ちょっとまだロープ際か、やばいやばい、もうやばい、ノックアウト寸前、体痛いマジでバッキバキ。小田の時早く調べて。はい、多分ね、ビリー、ビリーかな、ビリー・ウィズリーって人かな、そう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 、だったと思います。で 敵側のね、あの人狼側、人狼に傷つ、ね、そうそうそう、やられたんだけど、で、あのちょっと生肉が好きになっちゃったんだよね、レアステーキ全部レアみたいなそうそうそう、だけどそのね、傷つけられてもかっこいいっつって、それでも、うん、好きだよみたいなね、ちょっと、まあ、ちょっとムカつきますがまあそういうお話がありました。わ、はい、というわけで2問目、2問目いきましょうか、どっちで、はい、こっちか。そのトライウィザードトーナメントの第2の課題で、その湖の中に潜って、うん、その友達をなんか探すみたいな課題あったんですけど、その最後その友達のところに行って選手の邪魔をした生き物の名前は何でしょうか。あ、はい、はい、わかります。人魚、人魚じゃない、じゃない、サメ、違う違う違う、なんかサメみたいのが出てきて、うん、あれはあれね、あのクラムが、クラムがサメに変、そうそうそう、半分だけサメになってやったんだけど、そうなんだ、なんかわかるよ、わかるよ、最初の文字って、最初の文字がね、一応マですね、マミムメモのマから始まります。マ、マなんちゃら、3文字くらいだよね、マ多分5、6文字くらいあるんだけど、半分くらい伸ばすやつが入ってるから、マ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 ルマ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 ルでしょ。そう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 、まあの後に4文字くらい入ります。じゃあその最初の一文字よ、ピ、はま、ま、ピーなんちゃら、マチュピチュ、おい実在するま、ま、ピー、ま、ピー、プ、ま、ピープ、最後一文字、ま、ピープ、ま、ピープ、ま、ピープ、ペポ、なんとかではない、ピープ、わかんないから、難しいかな、ちょっと出したのがセンスないなごめんね、まあ、ピープ、プース、放送事故になる、はい、答え言いましょうか、うん、じゃあもう、はい、マーピープルっていう名前です。聞いたことないかね、あるけど、あるんだあるんだ、あ、全体、一応水中人ってもその訳されてるんですけど、そのなんだろう、特有の言葉話してて、マーミッシュ語っていうその言葉を話すんですけど、すごいのがね、校長のダンブルドア先生、ダンブルドア喋れるんだよな、喋れるんだよこれ、マーミッシュ語っていうのすごい、
すげえどこで習ったんだろうって話はあるんだけれども、そう、そのマーピープルが正解でした。じゃあ3問目いきましょう。はい、もうラストですね、はい、今日は、はい、新聞記者のリータスキーターっていうのが出てきたの覚えてます？なんか金髪のテントウムシ、テントウムシだろ。テントウムシ答え言った？答え言っちゃったパターンでした。イエーイ、早えよ。すごい、だいたい、だいたいそれ来て絶対テントウムシだなと思って。あ、て、あ、テントウムシじゃねえや。は？テントウムシだよ。あのね、これなんか本とウィキペディアで違うんですよ、その書かれ方が。 本だよ。本はテントウムシだよ。だったっけ。うん、これコガネムシって見た気がする。あれ今調べようね。まあどっちでもいいや。もうどっちも答え言っちゃったよ。そうそうそう。あ、虫ってわけですね。どっちでもいいです。あ、コガネムシって書いてます。あれよ、一応これあのそのハリーポッターの本からなんかいろいろ抜粋してまとめられてる辞書なんですけど、なんかコガネムシに変身してその情報を集めているっていうふうには書かれてますね。汚いやつだな。そうそうそう。だけど最後ハーマイオニーになんか瓶に閉じ込められるっていうね。あ、でしかもそれなんか動物に変身するのって届け出さないといけないんだけど、出さないで捕まえられて、なんかそのボルデモート復活したっていう記事書かないと魔法省に通報するよって脅されて復活しましたっていう記事を無料で書かされるっていう、最後はねざまみろって話ではありますけれど、はい、まあ、一応コガネムシということで今日は以上ですよ。はい、はい、ありがとうございました。なんかすいません。はあ、あ、ツイキャスいろいろ来てますけど、またお茶来てます、はい、あ、お茶嬉しい。スイカさん、はい、あ、ごめんなさい、いやいやいやスイカさんがなんかユニバで放送されないのかな、わらわらとは来てますけれど、これが放送されたら事故だ事故。なんかいろいろ来てますね。ハテル島、ハテルマ島まで行かないのみたいな。ハテルマ、ハテルマ、ハテルマ島、ハテルマ島の人ね。どうなんでしょうね。そうなのか分からぬが、めっちゃ お茶好きなんですよ、ね、お茶のスタンプがいっぱい来てますね。やったー。でモッサン二世少年がチューチュースタンプって来てます。かわいい。なんか、はい、ごめん、はい、ごめん、ちょっとチーン、チーン。まあどうでした今日、ね、ハリーポッター。楽しかった。もうちょっと来週はなんかあれじゃない、初めてじゃない、クイズで丸々使ったの時間結構使いましたね。うん、来週も、まあ、初心者よ、まあ、で来週まで勉強しようけ。ハリーポッタークイズはやめましょう。何言ってんだお前、暴れてんじゃねえよ。フェアじゃねえよこんなのお前。フェアだろ。いやいやいや、15秒待っただろお前、さっきフライングしただろ。しかもこうテントウムシとかなんか言ってお前。だってな、小田之助、あれが2問目だぜ。何が？リータスキーターが多分2問目だぜ。あれ応用じゃないよ。いや嘘、嘘でしょ。いや俺3問出した気がするぜ。3問だから、うん、3問出したさ、した、ね、リータスキーター最後だったじゃん、はい、あれを2問目にしろえばよかったのよ。あ、そういうことね。はいはい、すいません、ちょっと難しいかなと思って。どっちも難しいわ。なんで回答者の方が詳しいんですか。ね、勉強してきます。スイカさん、お前そんなの持ってんだからよ、お料理うまくなれよ。はい、なんかね、絶対俺に来てるでしょ。ツイキャストークスキル上げましょう。誰もの言ってんだよ。こらこらこら、怖い怖い。トークスキル上げましょう。勉強します、うん、これはどっちに言ってんのかな。ね、俺かな、俺かな、俺かな、あ、ミキかな、とお前らで、お前ら。え、お前らで、お前ら。マジで、いやもう今回クイズだったからでしょ、はあ、変えましょうコーナー。じゃあ来週高人さんなんかやります、コーナー、コーナー、コーナー。来週、来週出れない。あ、来週、あ、出れないんだ。あ、そうか、そうか、あ、そうなんだ。大丈夫です、待ってろお前。ミキオ、何、お前コーナー用意してくっから、お前行ったな、お前行ったな。ちょっと今、エイサーの、エイサーのクイズでもいいよ、全然。エイサーのクイズでもいい、負ける気しないから、エイサー検定みたいな、ね、お、お前より詳しいよ。モッサン二世少年さんが、みんなトークスキル上げましょうって、はい、みんなだそうです。すいません、頑張ろう。頑張ります。お疲れ様です。ムカつくわ、じゃあムカつくわ今の言い方マジで。次の番組の方かな、違うかな、誰、違いますね多分ね、誰、なんかどなたか外から手を振っていらしたので、まあでも振り返したんですけど、爽やかなね、はい、手を振ってくれるっていうね、うん、こんなメンバーにね、ね、
こんなメンバーっていうのもあれですけれども、なんかおしゃれ、まあ、今回もね、はい、あれなんか来てるよ、スイカさん、女の子のトークスキル上げましょう。一人しかいない。自分上げます。あ、かっこいい。誰がかっこよかったです今。知らねえ。おいおいおい、イケメン大好き。おい、イケメン大好きです。もう残念だな、俺たち3人イケメンじゃないかな。全然イケメンじゃない。黙れ。いやいや、もうツイキャスでさっき俺もうかっこいいって誰かに言われたから。いや、多分気のせいだと思います。気のせいだよ。えはい。イ・ジェヒョンさんは俺推しだから。あ、そうなの。嘘。そうだよ。俺じゃないの。お前じゃないよ。イ・ジェヒョンさん、俺なんかかっこいいって。ない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 、うん、三重県行けばいいさ。いるよ、イ・ジェヒョンさん。そうそうそう、三重県で、そうそうそう、三重県で飲食店やってるから。あ、そうなの。あ、そうなんだ。そうそう、もうね、最近ツイキャスじゃなくてね、メッセージで来るのよ。あー、嬉しいですね。何かあれありますか、はい、皆さん告知はありますか。告知、残り38秒、行っていい俺。あ、どうぞ、はい、どうぞ。再来週、あ、来週なんですけども、うん、まあ今週か、26、27、28は沖縄お盆がありました、エイサーやりますので、はい、道順ね、よろしくお願いします。そしてお願いします。再来週、はい、9月6日はですね、全島エイサー祭りがありますので、皆さんぜひそこ、はい、遊びに来てください。よろしくお願いいたします。お願いします。それでは本日放送をお届けしたのは、はい、みきょと2代目おかまこと伊波と小澤之助とみきでした。それでは次もですね、もしありますので、その時間もよろしくお願いいたします。それではさよなら。ありがとうございました。